章で歌えというんですか。確かに動きやすそうなのは認めますが。いえ、予選の方は大丈夫です。ここまで積み上げてきた成果、発揮してみせます。ただ、さっき、ミキを見かけたんです。隣のスタジオで収録に参加しているみたいで、そしたら、急に緊張してきてしまって、三次予選の時は、ミキと喧嘩してしまいましたから。今日は、優しく冷静に対処したいと思いますが、ミキも、まだ怒っているかもしれませんし、どうにも気まずいんです。私、ミキに、何と声をかけるべきでしょうか。心が伴わない謝罪は、不誠実だと思いますが、でも、わかりました。一応、やってみます。あ、ミキ？この前は、ごめんなさい。なんで謝るの？ミキが悪いことしたから怒ったんでしょ？それともあの時のミキ、別に悪くなかったの？悪くないなんてことはないわ。あの時のミキは、確かに間違ってた。じゃあ、なんで謝るの？喧嘩したままだと千早さんの気分が悪いからってだけだよね。ミキ、謝ってる人に対してそんな言い方は。うん、千早さんはアイドルアルティメイトの四次予選、ミキは先週勝ったよ。そう、すごいわね。そうだよ、ミキすごいの。千早さんよりずーっとすごいんだよ。だから千早さんよりずっとずーっとプロデューサーにふさわしいのはミキだもん。そうかもしれないわね。千早さん、プロデューサーのこと好きなの？プロデューサーは黙ってて。今千早さんとすっごく大事な話してるの。少しミキと話させてください、プロデューサー。三次予選の時は心の準備ができてなかったから聞けなかったの。でも今なら大丈夫。千早さんの答えがミキにとって最悪でもちゃんと聞けるの。だから答えて。千早さんもプロデューサーが好きなの？正直に答えるならわからないわ。信頼しているのは確かだけど。何それ、そんな答え最低なの。でも本当にわからないのよ。千早さんはずるいよ。千早さんのせいだよ。どっちつかずな態度だからどんどん気まずくなっていくんだもん。じゃあミキ行くね。ナムコプロとは関わりたくないし、嫌いだから。それにナムコプロにいる千早さんだって嫌いなの。さよなら。完全に拒絶されてしまいましたね。でも帰ってこれですっきりしました。ミキは恋愛だけを主軸に動いている。私は歌だけを主軸に動いている。ミキは恋愛においてはっきりしない私が気に入らない。
私は歌に真剣に取り組まないミキが気に入らない。私たちは完全に相入れない存在になってしまいました。分かり合うのはもう不可能です。ミキは私の言葉を全く受け入れようとしてくれていないですから。私の言葉で反省したから、ミキがオーディションを受けたと？もし、本当にそうだとしたら、私に言われてミキが受け、合格したオーディションに、私自身が不合格になるわけにはいきませんね。偉そうに忠告した以上、勝たなくては。ミキより先にアイドルアルティメイト戦線から消えるわけにはいきません。準備してきます。作戦とか何もなしなんですか？それで勝てるとも思えないのですが。あ、もう時間。行ってきます。ごまえごまえ頑張れ行きましょう。一番大好きな私になりたい。ノンストップで行ってみましょうって思ったらまた赤信号。そんな時はへこまないでハイウェイがあるファイト。フルスロットル飛ばしてみましょうって思ったらスピード制限。こんな時は悩まないでジェットがあるフライト。未来は誰にも見えないものだから誰もが夢を見てる。どんな地図にも載ってないけどどんな時でも叶えてきたよ。さあ行こう。ゴマウェイゴマウェイ笑顔も涙でもこの世界中がワンダーランドなネバーラ。ゴマウェイゴマエ頑張って行きましょう。一番大好きな私になりたい。ゴマウェイゴマウェイほら一人一人がこの世界中でワンエンドリーでもノロンリー。ゴマウェイゴマエ張り切って行きましょう。すべての